こんにちは、川ポンです。今日は法政大学の法学部の法律学科と政治学科、国際文化学部、キャリアデザイン学部、内方式一般入試の基本データの確認と英語の分析をします。まずは2021年度の2月の入試日程はこのようになっています。法政大学は各部ごとに入試があるのではなく、学科ごとに細かく分けて、そして日程別に複数の学科をまとめて入試を行います。基本的に日程ごとに試験内容は同じになります。今回ご紹介する学部も試験日は16日で、試験内容は基本的に同じになります。2021年度の2月16日の入試日程を詳しく見てみましょう。慶応大学の法学部がありますね。法学部の最上位生は慶応大学を受けていることになります。分散効果はあるでしょう。その他学部の系統は少し違いますが、中央大学の総合政策学部、早稲田大学の商学部などとも少し分散効果はあるのではないでしょうか。2020年度の倍率と合格最低ラインはこのようになっています。合格最低ラインはすべて 65% 前後となっています。ただこれは得点調整がされているようです。独自の計算式を使うとされていますが、詳細は公表されていません。実際はこれを上回る得点率が必要と思われます。個人的には7割あたりが最低ラインではないかと考えています。それではこちらが2020年度の英語の内容です。試験時間は90分で、全部で4問の構成です。記述問題はありません。すべて長文となっています。記載している語数は大まかな語数でざっくりと数えましたので、少しズレがあるかもしれません。軽い目安として見てください。文法独立問題は出題されませんが、法政大学の長文では並び替え問題の出題が多いです。今回も合計で3つの並び替え問題がありました。特記事項としては、今回は問4が小説の中の3人の親子の会話問題でした。前年度は普通の長文問題でした。2020年度は共通選択肢からの文挿入問題など、少し癖のある形式となっていました。難易度としては単語レベルも高くなく、おおむね標準的なレベルになります。問1と問2の難易度が優しめて、ここのパートで得点を確保しておく必要があります。右端に独自に算出した目標時間と最低目標ラインを書いておきました。問3と問4の難易度が高く、少し正答率は下がります。並び替えも問3の並び替え問題だけかなり難易度は高めでした。次に英語の合格最低ラインの考察をします。左の円グラフをご覧ください。全部で46問の問題がありますが、これをレベル別に標準、やや、難、難に分類した割合になります。大変バランスの取れた分布になっております。これをもとに採点ラインを独自に出しました。その結果 72% となりました。独自の算出ですので、もちろん絶対的な数字ではありません。一つの目標値として参考としてください。次に速読レベルの考察になります。長文の総語数2300語、試験時間の90分で割りました。その結果26語となりました。この語数は少なめと言えます。法政大学はどの学部もおおむね35弱の語数となります。ちなみに早稲田の社会科学部は50語を超えています。26語は時間内にしっかりと読み切れる語数と言えます。次にハイレベル英単語の数になります。これは通常の受験生が少し対応しにくいであろう英単語を独断で選んだものです。絶対的な基準ではありません。その結果2語となりました。かなり少ないです。英単語は
ハイレベルなものをやる必要はなく、標準的な英単語の徹底と反射力が大切になります。攻略ポイントになります。標準的な問題が多いですので、これといった対策はないのですが、あえて言えば、並び替え問題です。今回は、3つ目の長文の並び替えが難しかったですが、他の並び替えは、差がつく問題となっています。そして、基本単語の反復と反射力を高める必要はあります。そして、2020年の過去問に限っては、問4の小説問題だけは、必ずやってください。2021年度も、この傾向が続くかわかりませんが、やや特徴的な内容になっていました。画面の下は、僕が実際に解いてみて、判断した、やや難、と、難、の問題になります。参考にしてください。ここに載っていない問題は、すべて標準問題となります。標準問題で、たくさん失点していないかがポイントです。最後に、ピックアップした、ハイレベル英単語になります。ぜひ押さえておいてください。人によっては、簡単と思う人もいらっしゃるかと思います。ソリダリティとインダルジェンスです。今日は以上になります。ありがとうございました。